ニュースポストセブンです。プライベートも真っ赤でした。2月下旬都内で映画フェイブルマンズのイベント試写会に出演したカズレーザーさんの帰宅姿をキャッチしました。全身真っ赤な衣装がトレードマークのカズレーザーさん、私服姿も赤のジャンパーにインナーもズボンもスニーカーもすべて鮮やかなレッドでした。ただマスクは白でスマートフォンもシルバー、そこまで赤にするのは難しかったのかもしれませんね。